大倍じゃ言われなかったんですか、教会から。教会はいや、それでも数やら使えっては言わなかった。まずはどうなんだっていうのはもちろんね、川口さんとか電話もちろんあったけど、いやもうこれで経験させたいですって。これおじやすで話すような内容じゃないですね、これね。よくマイアミの奇跡のメンバーですって言われるけど、結局ヨシカ出たの？出たんでしょ。これ出てないから1分も、うん、いやメンバーだからみんな。そうだよ、マイアミの奇跡。そうだけど、前いじられるのはよく出てないじゃんって言われるの、うんうん、それはどうしようもないじゃん、答えようがないし、うん、出てないから、うん、ピッチに立ってないから、うん、他は出てるけど、うん、まあだからそれが一番の思い出でさ、西野さん言ったかもしれないけど言われた記憶は言ってないって、言ってない。西野さん言ってないって。戦術的な理由ですか。それはだからそういう話もしたことないし、うん、で結局ナイジェリアもそうだし、ああだこうだみんな言ってんじゃん、攻撃したしよう、どうのこうの、今攻撃陣ばっかりだからいいけどさ。西野さんは多分それだけ言ってあげれば多分納得するんだよね。でなんかね、ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。あの時は全く初めての世界だし、うん、っていうのをよく聞くけど、うん、けどこうやらなきゃいけない準備をせっかくしてきたことが最終コロッと変わるっていうのはどうだったのかなっていうのもあるし、うんうん、あれはお前さ喧嘩したわけじゃなかったよね、うん、喧嘩しないよ、全然。だって、うん、喧嘩なんかもしないし、トライで最後。いやでもその前、いや西野さんはいろいろね、見えない意地悪をしてくるの。どういうことですか。いや俺はすっごいそれ感じてて、それ分かる。でも西野さん分かるでしょ。西野さんそれ分かってるでしょ。対お前に対してだった。対僕に対して。ああ、それはやっぱりここを経て代表に行ってとかっていう期待。期待じゃない。期待はすごいもん。いや分かるんだけど、すっごい大型ミッドフィルダー、ね、うん、もう言われてましたからね。いろんな KOC 受けてたじゃん。じゃあまず、うん、アトランタの最終予選、俺背番号13番だったの。まずね、うん、なんでだよって思うじゃん。ずっと4番だし、ベルギーでも。で、トシミがパッて入ってきて、トシミが4番だったのよ。俺、これ意地悪だなと思って。先輩だろ。いや、先輩とかじゃなくてさ。新吉さんの弟ね。そうそう、トシミが4番つけてて、オリンピックのその予選だけ俺13番で、なんで13番なんだよって、それ聞きたいのよ、まず。それは、なんか意図があって、もなんか意図というか、まあ、あの時のいろんな状態とかさ、チームに対するとかさ、うん、個人の調子だとかさ。俺めちゃくちゃ良かったよね、デルガの時、あの最終予選。だからメンバーにちゃんともう期待してもう入ってもらったじゃん。いや、だからよ、それでなんで4から13に落とされてんのってなるじゃん。あその番号が変わったのが自分的には。そうそうなんだな。テルは全然そんなこと思わない。俺の番号とか何と思ってるよ。何と思ってるよ。いや、いきなりさ、テルは8だっけ。俺は8かな。8じゃん。8からいきなりさ、例えば15とか16とかなってみ。俺そうかな、分かんねえ。まあ、ヒロはこだわりがあったのね。いや、こだわりで絶対じゃん。少女だって9からいきなりさ20のわけのわかんない番号で嫌でしょ。俺は全然でもね、そんなことないよ。いやいや、そんな。でもまあ、出てもいい。まあ、もういや、出てるよ、出てるけど、うん、だからその意地悪から始まり、結構ね、ヴェルディにいたから、その、なんていうのかな、そういうのが染みついちゃってるじゃん、いろんな意味で。うん、いい部分も悪い部分も。うん、で、それを、まあ、代表来たら、西野さんが、そう、なんていうのかな、もっとヒロはもっとやらなきゃダメだっていうので多分13番にしてんだろうなって、後からなんかそういう自分なりの解釈をしたんだけど、それが正しいかどうかも分かってないのよ。どうですか。いや、あの頃はもうみんなもう
J リーグに少し出ればもうスッと成長してね、あのベンチに座ってる選手と試合を3試合4試合連続してこうスタートで出てる選手がどん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 こういい選手がもう出てきて、競争だったよなあの年代だから、みんな大学に行っててももうやめてハットなんかもリーグに入っちゃったりとか、もうみんな慌ててオリンピックに出るためにっていう競争がすごい激しかったからね、うんうん、だからヒロだけでもないし、ヒロはもうこうやってる間にもう抜かれちゃうようなあのレベルのさ、あの高いところでみんな今日切磋琢磨してた時代だから、年見に4番だろうがお前に13番だろうが全然自分の中では2人はこだわってるかもしれないけど、うん、もう全然そんなことよりは。あれってちなみに番号って誰が決めるんですか？一応俺が決めるとこ部屋割りとかね、うん、背番号だとか西野さん、まあ、西野さんが決めるまあ、最終的にはパッて見てなんかイメージもあるじゃん、はい、まあゾロだったらもう7番っていうのはあるんだけども、特別なんか意地悪をして4番と13変えたとかっていうことは西野さんの中では別にそこはそんなに重要なそのあれじゃないってこと。そういうことか。で新しく豊島なんかが入ってきたから、うん、まあこうモチベーションを上げるために、うん、まあ、軽い番号をつけさせたっていうところもあったかもしれないし、先輩でもあるからね。まあね、そうだと思う、うん。そういうことか。年齢的に。それは納得よ。あとはだ。それでね、聞けば納得なのよ。やっぱり聞いてないからって。そう、聞いてないから。え、一つ一つあのメンバーのあの背番号までこうだからこうでとかってそこまでは言わないけど。起用に関しては俺はあのはっきり多分伝えたと思うよ、ヒロには。起用ってそのブラジル戦？そうそうそう。いやそれはだから、いや覚えてるよって。覚えてないんだよ。言われてないって。俺もだって怒られたの記憶なんか何もねえもん、うんうん、言われてない。じゃあさ、何守備的なんかある攻撃陣、うん、そりゃすごかったよね、あのメキシコ戦から、うん、だって、いやいやいや、もうグラウンドでもう取り囲まれちゃったもん俺、うん、それ前話したんだけど、うん、と思うよ。だって言いたいもんねえ。だ本大会は本当みんなもう主張がすごいあのいい意味でね、もうこうしてほしい、うん、ああしてほしい、こうやりたいとかっていうことがすごい強かったから、もちろん攻撃的にねこのメンバーはやりたいに決まってるじゃん、うん、まあ、その分は多分西野さん受けてて、まあ、テルはちょっと違ったかもしれない。あ、冷静に。テルは逆にまあバランス冷静に。テルはそれか覚えてないかも。テルは覚えてないか。テルは黙々だもんね。そうだからもうそれだった、ね、主張だからやるべきことを。そうそう、だからバランスをね、淡々っていうか黙々だもんね。まあね、それしかできねえからな、うん、俺だってそうだよね。一緒にやっててそんな会話もないもんね。まあそうだな。でもできるもんね、うん、ヒロさ、そのブラジル戦でさ、もうアピールしてたわけでしょ、西野さんの場合ずっと、うんうん、でいつベンチ戻ってきたの覚えてない。ハーフタイムって俺逆に、まあ、ハーフタイムは戻るじゃない。で後半もまたアップしてたの。ずっと見てないもん。じゃあベンチ座ってないの。ベンチ座ってない。俺のね、一番のパネルでもらった写真があるのよ、はいはい、俺が立ってて、うん、山本がいて、うん、あの選手がベンチ、うん、はい、ベンチのグラウンド方向からと、はい、ヒロがいないから、うん、ああヒロいたよなぁとなんとって思うぐらい後々西野さんはヒロがウォーミングアップしてるのは知ってました？知らない。その知らない。もう集中してるから。もう集中してるからね。そうだよね、うん、俺は逆に集中してるから。そのお互い集中してるから、ね、全然交わらない。そうそう、交わらない。そうで見てないから。見てないし。見てない。思ってるところが違うんだよね。俺16番だったけど、うん、何とも思わないもんね、うん、番号とか別に。でも、ね、いや番号はやっぱりね、こだわりみんなあると思うよ。そう言うけど、うん、ちっちゃい子たちだってさ。いやそれは悪いことじゃないよ。そうでしょ。もちろんもちろん、うん、でも本大会は、本大会4番だったよ。それはもちろん。じゃあそれは分かってる。そこは別にいいのよ。あ、俺が頑張ったからだなと思って。うん、番号でじゃない。その最終だって年目が入ってないでしょ、うん、で俺も頑張ったし、
だから手応えもそう戻ってきたんだなって、うん、ただそれだけ、うん、あじゃあ西野さん認めてくれたんだなって、なるほど、それだけの話、うん、でもブラジル戦はあれを聞いてない、直接聞きなよ俺に聞いてないって言われても、いやだからだから西野さんは言った、うん、俺は聞いてない、うん、だからそれ以上は進まないじゃん、もうだからウォーミングアップと一緒だよね、全然だから、ね、お互い間違うんだよね、お互い間違うもうバーバンポンね、まあでもいいじゃん、そういいよ、いい思い出だし、うんうん、ただただっていうかもう何予選のところでみんな頑張ってたところでの、うん、そのゾノもジョーもヒデもみんなそうだけど、やっぱり攻撃陣とはっきり言ってさ、攻撃陣とディフェンス陣ってさ全くセパレートで分かれてたじゃん、うん、仲はいいけど、うん、役割がみんな分かってたから、うん、後ろはああいう子たち、まあ、前は攻めたいね、そう前はこういう子たち、うん、で結局点取らなきゃ勝てないし、うん、でブラジルねうまいこと勝てたけど、何回も言うけどナイジェリアとハンガリーの、ね、試合も結局ブラジルのスタイルでいったし、うん、でオンあまあ秋葉のオンゴールとかヒデのあのヒデとのこのハンドみたいなのもまあ別としても、ナイジェリア戦ね、うん、でハンガリーも最終、ブラジル戦ナイジェリア戦と一緒に一緒で行ったんちゃうかな、そのヒデと吉川が変わったぐらいだよね、うんうん、確か、うん、だからアタックはやっぱ攻めりたいし、うん、でそういうことでしょ、うん、だからそこはだから今になってその何回も言うけど積み上げてきたものを最後のところでコロッと変えれるのが俺には分からない、じゃあ今までのこの積んできたものが僕バサーンって全部壊してこの低いところでやるんですかって、低いところっていうかその初めての ことをね、まあ、指導者監督って多分積み上げる、うん、積み上げるっていうのはその一人一人にとってじゃなくてチームが積み上がっていくことをこう見ながら変えていくわけじゃん、うん、でそれがもうどんどん成長曲線がこう高ければ変える必要ないし、うん、でも対戦相手が変わった自分たちのこのいい状況が良くなくなってきた、チームをありきで考えないといけないし、うん、一人一人の積み上げで、ヒロはだから自分でこうやってずっと出てきたから、うん、積み上がってると思ってもチームとして積み上がってない、良くない、うん、で最終的に、まあ、監督によってはもう完全シャッフルして、うん、臨む時もあるし、そうそう、自分もだからワールドカップで短期間だったけど、やっぱりこうその中でも1戦目3バックで選手もガラッて変えてとかっていうことをトライして、で最終的にでもそういうことをやってることがもう積み上げだから、その中ではもうメンバーも変えてることもあるし戦術変えちゃうこともあるし、その中にヒロがいたっていうことは1週間前にブラジルの試合見てんだよ俺はね、はいはいはい、山本ニューヨークに見に行って帰ってきて、うん、これはダメだ世界選抜でしたっけ、そう世界選抜、もうこの相手とは来週戦う中でこう今までの積み上げじゃダメだって思ってメキシコをやったり、最終的にこうちょっとメンバー変えたりっていうことを、まあそういうことは多分ヒロにはその中でお前なんだ、あの変えることがかもしれないですねっていうことは、あの言ってでないと自分もなんか絶対お前に対してもあるし、いや俺でも聞いてないんだよな、なんで広永が変えちゃうのかななんてみんな思うに決まってる、うん、当然ね、僕も西野さんの言ってることすごいよく分かって、だって俺なんてさチーム立ち上げから最初からいたじゃん、いてでずっと最後までいたけど、やっぱ出てない時の方がやっぱ多いし、うん、でもやっぱこうチームねこう活躍するのがめちゃくちゃ嬉しくてさ、うん、でも一番の思い出だっていうと自分が出てなかったサウジのことをやっぱり一番思うわけよ、うん、だからそういうことも含めてやっぱチームだと思うんだよね、あの時もこうツンケンしてたけど、でもその時からそこは思ってたね、正直あの吉川の方が厄介だなって思ってたわけ、あれあスーパーサブっての立ち位置って決めさせるって理解させるって本当難しいんです、難しい、あのベンチは本当座り心地悪い、もう一番世界で座り心地悪い椅子なんだよ、うん、ベンチに座るやつって座りたくないって思って
その中の吉川の性格ですもんね。そうそう。でその中で吉川の性格って、はい、絶対もうなんで出さない、なんで出さないんだってこう、はい、今でも言ってきそうな感じがいつもするわけ。はい、すっごいあのストライカーにありがちなさ、はいはい、なんで俺なじゃないんだって、はい、ヒロよりもすごい強い感じでいたから、でずっとサブにいてもらったから。そういう立ち位置の方が、はい、あの俺は難しかった吉川とこう、でもこういう感じでチームのためにって言ってくれる選手だと思ってはいたけどね。どうひろ、どうひろ、まあ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 ね、それは監督の立ち。でもさ、俺らもその頃は庄司もそうだけど、いや攻めたかったし、それを西野さんにぶつけてて、いや攻撃的にやってきたんだから予選から自分たちのスタイルでやろうよって言ったけど、もう分かる、西野さんも、そういう気持ちはあったけれども、当然相手ブラジルとかになった時に要はやりたいことを変えざるを得なかったっていうのはまず一つ、それは分かるでしょ。それは分かるよ。ただ、ただじゃない、28年ぶりにオリンピック出場して、あの俺これも聞いたことないんだけど、ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。あの多分ね、協会というか西野さん監督の、求めてるオリンピックと俺らが求めてるオリンピックは多分違ったと思うのね。その考え方が、選手のね、選手の考え方と監督の考え方って違ったと思う。結果を残すのか、自分らがどんだけできるのか、っていうところで多分違ってると思うし、それはその西野さんとしては結果を本大会で残したかったのか、どうしたかったのかっていうところをまあ聞いてみたいなと思いながら、だからオーバーエイジ使わないのが全てなのよ、自分は。この世代の同世代の、メンバーでユースからやってきて、で、まあ、成長してる。でこのメンバーがアトランタ経由、フランスに行ってワールドカップに出てほしいっていうのがすごいあるから、まあもちろん結果を出してもう一試合やれれば一番よかったと思う。ですごいそれは経験になるから。でもメンバーがみんな成長して鴨さんのところにもう引き上げてほしいっていうすごい強い思いは、それはあったよ。だから選手に成長してほしい、経験を積んで。もう出たことはすごい素晴らしいことなんだけど、そこでやっぱり自分をこうもう一歩成長させて、ゾノとかヒデなんかはもう海外志向強いからね、ジョーもしっかり、気持ちは世界にこう入ってる選手もいたし、代表に当然っていう気持ちもあったし、結果はもちろん大事なんだけど、やっぱりみんなにやっぱりああいう経験をこう一試合でも多くやってもらって、こう上のステップ行ってほしいなっていうのが、基本。でも帰ってきたらね、それこそヒロが言うようにさ、協会の評価はさ、消極的な試合ね、もういろいろ子は育たないとかって言われたよ、俺散々ね。だお前の分析通りで、協会と俺の思惑は違った、オーバーエイジは言われなかったですか、協会から。やっぱり28年ぶりにこう出て、この力で出た、で監督がいらないって言ってることに、協会はいや、それでも数やら使えっては言わなかった。まずはあのどうなんだっていうのはもちろんね、川口さんとか、あの電話はもちろんあったけど、いやもうこの世代が次あのフランスでやってもらわなきゃ困るんで、成長してもらうためにはこのメンバーできるだけ、しかも18人減らされちゃうからね、23からメンバーが、そこにオーバージー入れたら15人しか選べない、そういう中でいやこれで経験させたいですって言ったところ、やっぱり消極的だとかってはなるのは、まあある程度しょうがないと思うんだね、戦力的にどうか考えれば。これおじやすで話すような内容じゃないですね、これ。ねえ、本当なんだね、もうこいつでしょ、こいつ、こいつです、こいつ、はい、いよいよ、どう、いやいや納得よ、納得よ、納得、そうそうそう、あ、そうなの、
え納得してくれるの納得ってでも俺は多分あのヒロ多分呼んでいや庄司に、うん、あのコンコンとハーフタイムに言ったように、うん、覚えてないんでしょ覚えてないじゃあ俺も そっち系ってことそれは悪いんじゃないそうそっち系だと思うよ、まあ、結局さそうだよ75年生まれそうだよ結構ふてったらふてるもんいやそれはだって納得いかないんだもんそう結構さ、うん、いっぱい納得いかないことで俺思い出したらいっぱいある練習でもで帰ってくねホテルにこう帰ってくるときいろいろ話して部屋でちょっと話したりするときも、うん、そうもういいよみたいな感じで結構話すタイプだったもんヒロねでだからそれは多分自分がもっとこうやりたかったのにとかっていうのも結構強こだわり強かったからヒロはまあそうあれどう思うとかよく言ってたもんねあれさってああいうやり方どう思うとか言ってたから多分そう自分の中に納得がなかった本当才能豊かでしたね、うん、何でもやれちゃうみたいな感じがしたいやまあだからそれはそれとねしてねあの今考えたらやっぱりそういう聞く耳をしっかり持てなかった若い時期だからそれなりにそれなりにさやっぱりヴェルディでさあのメンバーで1年目からね1年目で出てさ俺だってプライドあるじゃんお前らと違うよっていうお前らじゃあヴェルディのこのメンバーで出てみろよっていうのもあったし優勝も経験してるしだそういうのも全部含めた中での納得いかない部分もあったからうんそれは今言われたらまあそういうねものも持たなきゃいけないなとは思うけどもまあけどもいらないよ、うん、思うでいいそれでいいんだいいんだよ そこけどもがやっぱりヴェルディ出てくるんだよそこねけどもいらないから、うん、ねでヒロがテルを嫌がったってことは違うあの僕はゾノと一緒に部屋テルとは嫌がるよみんなそれぞれにやっぱりリラックスの仕方ってあるから、うん、邪魔しちゃいけないでしょなるほどね気遣ったのだから出て行ったらいい出て行った今度は見てみようと思ってさ、はい、あのちゃんと、はいね、降りて、はい、あの選手の部屋、うん、そうすると、はい、タイ人の選手はあの1人部屋2人部屋ダフなんだよね2人部屋のところにその方が